このことがダイヤモンドに変わりますの話なんだけど、本にもね、書いてあるんだけど、みんなね、このことがダイヤモンドに変わりますってね、ご神言は知ってると思うんだけど、みんなね、ちょっと、もしかするとちょっともったいない使い方しちゃってるよって話なの。どういうことかっていうと、なんか嫌なことがあったりね、自分の心がモヤモヤがあったりしても、このことがダイヤモンドに変わります。朝からずっと言ってるの。で、夜まで言ってるのに全然気持ちが晴れないわけ。で、それってね、自分で何とかしようとしちゃってるからなんだよって話があるの。それよりも、このことがダイヤモンドに変わりますは、龍神様を呼び出す鍵なんだよ。で、呼び出して、自分のモヤモヤとか悩みって龍神様に持ってってもらっちゃうの、天に。そうすると、自分がどうにもならないことでも、龍神様だったら、こう全部ダイヤモンドに返し、こう変えて返してくれるんだよって話。だからみんながこのことがダイヤモンドに変わりますって言ってるのは、龍神様を呼び出す鍵。で、心のモヤモヤとか、どうにもならないことは全部龍神様に乗っけて持ってってもらっちゃえばいいの。そう。で、自分ではどうにもならないんだから。だって朝から晩まで言ったって心が晴れないんだもん。そう、だからね、龍神様呼び出す鍵だし、じゃあ4回言った方がいいっていうのは、要はほら、神様と人間の波動のズレみたいのがあるから、4回言った方がいいよって言ってるだけ。でもね、この本にすごいことが書いてあるの。実は3回でも2回でも1回でもいいって書いてあるの。4回言った方がいいって書いてある。要は義務感にしてやらないでって言いたいの。もう本当に慣れてきたら1回でもいいんだよ。あとね、朝、こう寝起きでね、こう目開けた時に、このことがダイヤモンドに変わりますって言って、朝ね、一日を始めると、すごいいい波動で始められる一日が。そう、だからそれもやった方がいいよって書いてあるのね。で、達也さん毎日やってますかってやってません。気がついたらやってます。イエーイ、そう。だからそれも義務感にしないで、こういう話聞くとさ、真面目な人って、あ、毎日やった方がいいでしょうかとかね、朝起きたらすぐですかとかね、おしっことかうんちする前ですかとかね。いろいろ聞いてくるんだけど、それも自由でいいよ。自分はね、なんかいろいろ身支度して、ちゃんと神棚の前でやりたいって人もいれば、そういう時間がないからね、寝起きてすぐやりたいって人もいるしさ、それはみんな、それぞれ生活パターン違うじゃん。だからそれは全然自由でいいよ。で、毎日言った方がいいですかっていうのも、俺としては、毎日でもね、毎日じゃなくてもどっちでもいいと思ってる。そう。本当に、やりたかったらやればいいし。で、もっと言うと、やらなくても済むんだと、それぐらいこう、毎日幸せに生きてるんだよねって言いたいの。忘れちゃってるぐらい。そう、だから、いいのよ。ほら、で、もしほら、それが毎日言ってた方がいいって言ったら、それはそれでいいんかもしんないけど、それも義務感にしないで、楽しかったら毎日やればいいじゃん。で、普段から言ってるのもすごい実は大切なメリットがあるのよ。なんていうかって、人ってものすごく悩んじゃった時にそういうことが思い出せなくなっちゃうの。ものすごい悩んじゃうと、なんか一人さんが言ってたよね、このことがなんちゃらとかって言ってたけど、なんだっけって、そんなことすら分かんなくなっちゃうのね。防災訓練と同じやもん。そう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 。ああいうのって何でもない時にやってると、とっさの時にやっぱ動けんのよ。それと同じで、このことがダイヤモンドに変わりますも何でもない時から言ってると、とっさに悩んだ時にすぐ言えるよって言いたいのね。でも義務感にしないで。そう、本当にね、達也くんなんかね、一週間に一回言えばいい方。だから、そう、イエーイ、そう、みんなもね、楽に楽しくやればいいじゃん。で、本当に楽しかったら本当に言う必要もなくなっちゃうんだから。そう、だからね、それも、で、ひとりさんだってね、じゃあ毎日言ってますかって言ってません。やっぱ楽しく生きてるから。そう、でも、やっぱこのことを知ってると、本当に悩んだり、自分がピンチになった時にね、龍神様を呼び出す鍵を知ってればさ、本当にこう自分がどうにもならないことでも、龍神様はどうにかしてくれるんだよ。だからそれを覚えておくだけでも全然違うよねって話。で、義務感になっちゃうと重くなっちゃうのよ。龍神様怒っちゃうよ。そう、そう。だからね、心の問題だからね。あと中には真面目な人がいてね、どうやったら来たの分かりますかとかって聞く人いるわけ。いや、ほんと真面目な人ってほんとそういう質問するんだよ。で、風が吹きますかとかね。なんか、こう、なんていう、そういうお印みたいなのありますか。いや、ある場合もあるけど、俺的にはよく分からん。でも、これもイメージだから、なんか来たと思えば来たんだし、いいじゃん。風が吹いたら龍神様だと思ったらそれでもいいし、なんかピチョンってなったらそれでもいいしさ。なんかね、分かります。
ませんって言ってもそれでもいいんだよ全然、うんうんうん、要は軽くてね、でイメージなんだから来たと思ってそれを信じたらそれでいいよって話、あんまりそれも重く考えないでね。だってそういう話するとさ、必ずね、私には風が吹かないとか、なんかね、私はなんかね冷たい水が落ちないとか言うんだよ本当に。そうだからね、それも重くしないでねって話。本当に来たと思ったら、自分が来たって思ったらいいじゃん。あの竜雲の話だってそうだよ。あのよくさ、あの竜雲ってね、飛行機雲がわーってね風に流されてさ、あの竜雲みたいな形になる時があるんだけど、真面目な人ってあれって飛行機雲ですよとかって言っちゃうわけよ。ってそういうこと言っちゃダメ。そう、あのね、本人がね竜雲だって信じてるんだったらもうそれでいいじゃんって。それをね余計なこと言ってね、なんかこうなんか熱が冷めるようなこと言っちゃダメなんだよ。そうだからね、本人がどんな雲でもあれは竜雲だって思ったら、もう本人が竜雲で喜んでるんだからそれでいいじゃんって。で例えばじゃあポテッとした形のね、あの丸い雲があったとしてもさ、あれ竜雲だってね言って喜んでる人がいたらさ、それでいいの？もうそれで、ね、それをね、どこが竜なんですかとか言っちゃダメなんだ。ねえ、だからみんなもね、あの本当に本人が喜んでるんだとそれでいいじゃん。じゃあと自分がね、自分があれ竜雲だとかね思ったらもうそれでいいんだよ。そう、まあ、それ以上ね、何も言う必要もないしさ、よかったねでいいよって話。ね。まあ、そんなところなんだけどね。まあ、今日のお話は以上でーす。ね、ありがとうございまーす。でね、あの、さっきほら、ちょっとズームでね、終わったらすぐバタって終わっちゃうとかって話があったんで、一応ね、この辺の意見も考慮して、もしね、なんかほら、何か、したいこととか、今の話の中でちょっとこの辺がね、わかんなかったとか聞きづらかったっていうことあったら、なんか、あの、お質問にはお答えするし、会場のみんなもなんかあったら、あの、聞きますけど、なんかありますか？うん、大丈夫？大丈夫？あの、みんな大体わかズームのみんなもどう？大丈夫だった？こう、なんか、この話がよくわかんなかったとかね、この話、もうちょっとなんか聞きづらかったから教えてくださいっていうのあるかな？大丈夫？うん。